この会社で皆さんに貢献できるように頑張ります。タケ君、この仕事お願いしてもいい？はい、もちろんです。タケ君、ノルマいつ達成できる？頑張ることが仕事じゃないからの報告待ってるよ。はい、すみません。すみません、遅くなりました。珍しいね、最近ミス多いけど大丈夫？次から気をつけなよ。はい、すみません。あー、仕事行きたくない。今から帰りたい。やる気出ない。最近意欲が湧かなくて適応障害ですね。適応障害？仕事を休んでゆっくり休養してください。はい。その後、しっかり休養をとってストレスの対処も学んで新しい仕事をしています。